おめでとう。新潟市立栄岩中学校の卒業式は学校の施設が使えないため新潟テルサで開かれました。卒業生218人は保護者と在校生に見守られながら卒業証書を受け取りました。私たちは明日からそれぞれの道へ歩み出します。当たり前に感謝をして一日一日を大切に精一杯生きていきたいです。栄岩中学校は液状化の影響で校舎にひび割れや杭の損傷など大きな被害が出ていて、近くの小学校などで授業を行ってきました。卒業生は親しんだ学び屋での卒業は叶いませんでしたが、晴れ晴れとした表情で新たな一歩を踏み出しました。